フリオセサール・ラマスはアルゼンチンのバスケットボール指導者。1987年よりアルゼンチンの SC カニャーデンセのアシスタントコーチとしてコーチングキャリアを開始。1997年にボカジュニアーズでリーグ制覇したのを皮切りに2005年のベン・ハー、2008年のスンチャレス、2016年と2017年のサン・ロレンツォ・デ・アルマグロと5回の優勝を達成。 コーチオブザイヤーを7回受賞している。1999から2000にタウセラミカで指揮を取る。2002年にルセントム・アリカンテで2部リーグとカップ戦で優勝。2003から04はレアル・マドリードに所属した。1997年、男子アルゼンチン代表ヘッドコーチに就任し、1998年世界選手権で8位、入賞。2008年北京オリンピックで、 アルゼンチン代表のアシスタントコーチとして銅メダルに導く2010年、アルゼンチン代表ヘッドコーチに復帰し、2011年、フィバアメリカカップで金メダルを獲得。2012年ロンドンオリンピックで4位入賞。2013年フィバアメリカカップで銅メダルを獲得し、2014年世界選手権に出場した。2017年7月、 男子日本代表のヘッドコーチに就任。2019年ワールドカップ予選では通算8勝4敗の成績で出場権獲得に成功した。2021年開催の東京オリンピック後に退任。ありがとうございます。